茨城星3つグルメ、茨城町の魚船さんが星3つらしい。茨城さあ、茨城星3つグルメということでございまして、はい、こちらはですね、星3つと噂される茨城県内のお店に行きまして、本当に星3つなのかどうかを検証する動画でございます。はい、ということで今回はですね、茨城町の魚船さんに来ております。はい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 。いや、もう日沼がもう目の前でございますね。もうこれちょっと見えづらいかもしれないですけど、はい、日沼です。はいはい、日沼の近くでございましてね、はい、日沼さんの天然うなぎ、はい、ハゼシジミと、はいはい、いうことで、やっぱ日沼取れますからね、たくさん。なるほど。そして営業時間、はい、営業時間がですね、お昼が11時から2時、うん、そして夜が5時から8時と。なるほど。そして定休日が月曜日となっております。はいはいはい、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ山田さんの横を横切りますよ。はい、ステップ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 、すいません。はい、さあ中に入ってまいりましたけどもね、はいはいはい、中もいいですね、うん、もうこうゆったりできる、なんかそうですね、座敷っていうんですか、はい、があってカウンターがあって、うん、なんかアットホームな感じもありつつ、ね、しかも2階には宴会場もあるみたいなね、はいはい、感じでございますから。なるほど。ぜひぜひでございます。はい、メニューがね、おありますよ。で今回は、はい、日沼白魚ハゼ天丼、おこれにしたいと思います。なるほど。すいません。はい、日沼白魚ハゼ天丼、白魚ハゼ天丼、はい、こちらを一つじゃお願いします。お願いします。お願いします。はいはい、やっぱこれいいよね、地元のね、もう目の前で取れたものよ。へ、ね、しじみじみもついてくる。いや、そうだよね、うん、日沼の特産品ですからね。そうよ、こんだけだってお得よ、はい、あ来た来た、あ、ありがとうございます。いや、うまそうだよ。やっぱハゼでかいね。でかいよね。もうやっぱ釣ってるからこそ思うけどさ、こんなのもう本当に1回ぐらいじゃんね、我々。マジ、アジフライぐらいの大きさがあるからね。シラウオもさ、はい、でかいよ。かき揚げ風になってるかな、ね、はい。で、シジミの音さよ、見てわかるでしょ、これ。はいはいはい。ふんだんだよ、これ。すげえ、いい匂い。いい匂いだね。でもこれもすぐそこの。すぐそこら辺で取れるんですよ。あららららら。すごい美味しそ う。もう結構大きいハゼだ。釣りじゃ釣れないくらいの大きいハゼだよ、これ。これそうっすよね。だって僕ら釣りやってるけど、こんなでっかいないもん。はい、はい。釣ってるからね。なるほど。そうなんだ。いただきます。おーい。いや、すごいね。でかー。なんだっけ、何ハゼって言うんだっけ、ゲタハゼ。ゲタハゼだよね、これね。あー、すげー。肉厚。おにぃーほらーん。山田さん、食べてないのに肉厚って本当そう、肉厚だよ。まあ、それは見た目でわかることだから別に食べなくてもパッと見で、はい。いや、あのハゼのね、独特のふわふわ、うん、はいはいはい、ふわふわな身で美味しい。すごいね、いいじゃんいいじゃん。ちょっと甘めのね、はいはい、タレでうまいわ。しじみ見てよ、はいはいはい、もう数ほら、うわすごい数だよこれ。すごいね、やっぱ一個一個もね、ちょっと大きいよね。もうさ、シンプルなしじみ汁だからめちゃくちゃしじみの味がするよこれ。なるほど。汁がもう出汁が出まくってんだ。そう、出汁しじみ、味しじみ、そんな感じだね。あ、わかるような、わかんないような行くよ。何？おお。なんでそんなに振りかぶれたの今のやるのに。じゃあ、シラウオ。あ、シラウオのかき揚げも2つだわ。このサイズが2つ ?2 つ、2つ。シラウオ1匹1匹大きいよね。ちょっと失礼して。納得の
おにうま。はーん。めちゃくちゃ味わえるわ、シラウオは。うめぇ。柔らかい。柔らかい。なるほど。うん。おいしじみ、うん、おお、二日酔いに効きそう。オルニチンがいっぱい入ってるね。オルニチンね、いっぱい入ってる。いや相当すごいと思うよこれ多分。なるほど、うん、もっとハゼって押してもいいんだね。なるほどね、ひぬまさんハゼみたいな押しても良さそうだ。いやそれうまいよ、うん、そう押してもいいと思う。うめ、マシーンじゃん、もう自動しじみ食いマシーン。自動しじみ食いマシーンだ。あ、しっかりと殻だけ、ああ脱ぎ上がったやつバキュームしてダイソンとの共同開発。味わえる。ごちそうさまでした。はい。おいしい。おお。じゃあいいですか。はい。ここ魚船の日沼シラウオハゼ天丼、星いくつですか。星。3つでございます。おお、なんか出たよね。やっぱね、しじみが美味しいの知ってましたけど、まあまあまあ、しじみ汁、はい、なのでもう本当にもうしじみを堪能できましたし、この量ですし、はいはい、あとやっぱシラウオがうまい、うん、やっぱ一番でもね、ハゼかな俺は今回。感動した。感動した。なるほど、これはもっと押すべきだよ。ハゼだけの日沼ハゼ天丼もありますからね。あ、本当だ。まあシラウオだけのシラウオ天丼もあるし。あるんだ。だからこれ両方いけるやつか。両方いけちゃいますね。はい、大満足でございます、はい、なので皆さんぜひね、他にもおいしいメニューたくさんありますから、はい、ぜひ茨城町の大船に食べに来てみてください。おすペンギンからのお知らせです。現在水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひ、スクリーンショットしてください。してますか？してます？え、何その？してない人いたから今。あ、いた？いた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 。いた、しないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いいたします。いや、本当美味しかったので、ぜひね、食べに来ていただきたいと思いますし。はい。ちなみに山中さん、しじみの、食べるマシーンさっきありましたけど。はい、全自動しじみ食いマシーン。はい。いくらだったら買いますか？いや、0円でもいらないですよ。あ、なるほど。僕が食えるわけじゃないんで。あ、勝手に食われちゃうってことでしょ、だって。でも、この天丼だったら、もう別にいくらでも出すわけでしょ？え？あ、何言ってた？ごめんなさい。そうだね。ちょっと意味わかんない。